ニコラオス・ニコス・スピロプルロスは、ギリシャ・アテネ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、DF、MF。2001年、パスヤニナ FC にて、プロデビューを果たした。ここで4シーズンにわたってプレーし徐々に定位置を確保、才能を開花させる。2004年には、パニオニオス FC に引き抜かれるも、すぐに、パナシナイコス FC の目に留まり2005年に、 アレクサンドロス・ツヨーリスやヴァンゲリス・マンツヨスと共に、一旦は遺跡契約にサインする。ところが、メディカルチェックにて、エピテストステロンの値に異常が認められ、この遺跡話は白紙に戻された。結局、ツヨーリスやマンツヨスから遅れること3シーズン、2008年に、パナシナエコスへと遺跡、レギュラーを確保した。2013から14シーズン後半は、 セリエ A の AC キエイボベローナでプレーしたが、負傷の影響もあり、初の国外挑戦では、リーグ2試合の出場に止まった。翌シーズンよりパッチテッサロニキニカ入し母国へ復帰。2014から15シーズンをもって、契約満了に伴いクラブを退団した。ギリシャ代表としては、2007年に初招集を受ける。すると、左サイドバックからの積極果敢な攻撃参加を認められ、 レギュラーに定着。2010年9月3日のユーロ2012予選、ジョージア戦では試合を引き分けに持ち込む、同点弾となる代表初得点を挙げた。その後は、ゲオルギオス・サベラス、ジャニス・ザラドカスと併用されながらも4試合に出場した。しかし、2012年に入ってからは、ホセ・ホレバスが対等し始め、そのためベンチを温める機会が増えた。確実視されていた。 本大会のエントリーメンバーから落選する結果となった。ありがとうございます。